はい、こんにちは、116インズです。今回は元パドレスに関する話をしていこうかなと思っていますが、2014年の途中に AJ プレラーが編成のトップとなってから2度目の勝負期を迎えたパドレス、就任直後の2015年に勝負を仕掛けた際には全く思い通りに進まず、たった1年でチームを解体することとなりましたが、その後タティスジュニアを獲得するなどしてマイナーを整備した甲斐もあり、2020年から再びコンテンダーに、2020年のトレードデッドラインからかなり積極的な補強、トレードが目立つようになりまして、昨年のオフはスネル、ダルビッシュ選手、マスグローブを一気に獲得するなどして球界を驚かせましたよね。残念ながら昨年のパドレスは大補強したものの、後半戦失速してしまってプレーオフどころか勝率5割すら下回ってしまいましたが、戦力面からしてあと2年ぐらいは勝負できるチームだと思いますので、今季の復活に期待したいです。さて、そんなパドレスですが、2度の勝負期で行った数々のトレードで結構な数の若手も放出してきました。で、プレラー率いるパドレスが手放した選手が今球界のあちこちで主力選手として輝きつつあるような状況ですので、今回はそういった元パドレスたちの移籍後の活躍ぶりにフォーカスを当てていこうかなと思っています。はい、まずは1度目の勝負期、2014年オフに手放した選手たちから見ていきますが、ブレイブスのマックス・フリードは実はプロ入りはパドレスでしたね。2012年ドラフト全体7位指名をパドレスから受けたフリードは、2014年オフのジャスティン・アプトンとのトレードでブレイブス移籍。トレード当時のフリードは19歳ながらシングル A で結果を残したことはあったものの、トミー・ジョン手術を受けた関係で2015年シーズンは全休が見込まれていました。そういった部分もパドレスが彼を放出する理由になったかもしれませんね。トミー・ジョン手術後なかなか思い通りの結果を残せない時期も続いたフリードですが、2019年からようやく本格的に MLB の先発ローテーションに定着。2020年は短縮シーズンながら11先発で防御率 2.25 と活躍すると、昨年は28先発で防御率 3.04、 ウィンザーオリプレイスメント 5.4、今やブレイブス左のエースは間違いなくフリードでしょう。アプトンが1年でパドレスを退団したことや、今のフリードの活躍ぶりを考えると、パドレスからすればできればやり直したいトレードの一つですかね。そしてフリードと同じく2012年ドラフトで1巡目指名を受けたザック・エフリンも2014年オフにパドレスから放出されています。エフリンはマット・ケンプラが絡む大型トレードで、ヤズマニ・グランダルラと共にドジャース移籍となると、トレードの翌日に今度はジミー・ロリンズとの交換でフィリーズで再度トレード、そして現在に至るまでフィリーズでプレーしている先発投手ですね。コマンドの良さとゴロを打たせるピッチングスタイルで、派手さはないもののきっちり結果を残していくタイプの選手で、2018年以降フィリーズのローテーションに欠かせない存在になっているのかなと。もともと三振をバンバン取るタイプではありませんでしたが、徐々に三振も奪えるようになってきまして、2020年は奪三振率 10.7 を記録し、昨年のブレイク候補としても結構名前が挙がっていた印象があります。ただ昨年は怪我の影響もあって18先発で防御率 4.17 と、本人にとっては少し不本意な成績に終わってしまっています。先ほどのフリードほどパドレスにとって痛手ではない気もしますが、ケンプが攻撃面でインパクトを残せなかったことを考えると、 MLB で 3,4 番手クラスとして活躍しているエフリンを失ったのはちょっともったいなかったかなと思ったりはしますね。最後、パドレスがおそらく一番手放したことを後悔しているであろうトレイ・ターナー。パドレスは2014年ドラフト全体13位で指名したターナーを、この年のオフにウィル・マイヤーズを三角トレードでレイズから獲得する際にナショナルズへと放出。当時ドラフト後1年間選手をトレードできない規定があったため、ターナーは後日発表選手扱いでの放出となり、規定上トレードが可能となるまで移籍が決まっているにもかかわらず、パドレス参加でプレーし続けるというわけのわからない状況も発生しました。パドレスフロントはターナーの肩がショートに留まるには弱すぎる、将来的なコンバートが必要と考えていたようで、それが放出の一因にもなったようですが、今のところものすごく上手いというわけではないものの、ショートでプレーを続けているターナー、ナショナルズで MLB 屈指のスピードスターに成長し、さらに最近はパワーもつけてきたことで打撃面、走塁面でゲームを変えることができる選手ですよね。マイヤーズは今やチームからすれば彼の大型契約が重荷となっている状況で、また何の不幸か昨年の夏にターナーは宿敵ドジャースへと移籍してきて、古巣相手に大暴れする機会が増えてきそうです。続いては勝負期と勝負期の間に放出された選手ですが、実はガーディアンズのエマニュエル・クラッセはもともとパドレスでキャリアをスタートさせた選手です。2015年1月に国際 FA でパドレスと契約したクラッセですが、2017年までなかなかマイナーで結果を残せず、2018年開幕直後のレンジャーズとのトレードの後日発表選手として移籍。パドレス参加時代は先発がメインだったものの、レンジャーズ移籍後はブルペンに回り、これが彼の才能を引き出すことになりました。2019年には MLB 昇格を果たすと、当時のインディアンスに移籍した2020年は禁止薬物使用による出場停止で1年間棒に振ってしまいましたが、初めてのフルシーズンとなった昨年、クローザーとして71試合で防御率 1.29、
100マイルのカッターというえげつないボールを武器に大活躍しましたよね。時折コントロールが荒れるなど不安定な部分はあれど、今後しばらくはガーディアンズの守護神としてプレーする姿見られそうです。これは正直パドレスがどうというよりはクラッセを育て上げたレンジャーズを褒めるべきだと思いますが、まさかこんなところから MLB のクローザークラスが出てくるとはといった感じでしょうかね。はい、でここからは2度目の勝負期で放出された選手たちですが、これまたガーディアンズのカル・クワントリルも昨年先発として活躍しましたよね。パドレスから2016年ドラフト全体8位指名を受けた右腕で、パドレス時代は先発でなかなか結果を出せず、2020年夏のマイク・クレビンジャーとのトレードで放出となったわけですが、ここはさすがのガーディアンズの投手育成力、クワントリルを計算できる先発に仕上げてきて、昨年後半戦は14先発で防御率 1.94 と抜群の安定感を誇りました。クレビンジャーがトミー・ジョン手術を受けることとなって昨年全休したことや、パドレスが特に昨年の後半戦先発の駒不足に悩まされた状況を見るに、パドレスからすれば今クワントリルがいればと思った部分はあったかもしれません。またファーストのホズマーの低調なパフォーマンスに悩まされているパドレスにとって、タイ・フランスの放出も思いのほか打撃となっている感があります。2015年ドラフト34巡目指名とかなり低い順位での指名となったフランスですが、マイナーではバッティングで存在感を発揮し、2019年にはトリプル A で驚異の打率3割9分9厘をマーク。この時からマリナーズはフランスを狙っていたようで、何度も獲得を画策し、それがようやく現実のものとなったのが2020年夏のオースティン・ノラとのトレード。マリナーズ移籍後もフランスは打ち続け、昨年は152試合で打率2割9分1厘18ホーマー、OPS8 割1分3厘。今やフランス抜きのマリナーズ打線は考えられませんし、また課題を抱えていたはずの守備も目覚ましい進歩を見せ、ファーストの守備指標も平均以上。キャッチャーもできるスーパーユーティリティのノラの存在は今後パドレスにとって大きなものとなるとは思いますが、フランスがこれだけ活躍する選手となった今、ホズマーではなくフランスがいたらなぁと思う部分はパドレスあったことでしょう。そして最後はパイレーツのデイビッド・ベドナー。2016年ドラフト35巡目指名と、先ほどのフランスと変わらないくらいの低い順位で指名を受けた選手ですが、マイナーで結果を残し3年で MLB 昇格までこぎつけています。ただなかなか安定した出場機会がない中で、昨年オフにマスグローブとの交換でパイレーツ移籍となると、ここでようやくブルペンの一枠を与えられブレイク。平均97マイルに迫る速球を軸に、平均以上のカーブ、スプリットを組み合わせ、昨年は61試合で防御率 2.23、奪三振率も 11.4 と上々のピッチングを見せ、ブルペンでの立ち位置を確立。今季から本格的にパイレーツのクローザーに定着しても全くおかしくはないのかなと。マスグローブのトレードの時にベドナーは即戦力として活躍に期待できそうと話した記憶ありますが、まさにその通りとなった格好ですね。という具合にパッと7人ぐらいは出てきて、本当にあちこちで活躍しているような状況です。今回出てきた7人は全てトレードでの放出ですが、まあ当時のチームが必要だと判断したトレードの結果ではあるので、こういうことも起こりうるのかなと。ある意味パドレスの育てたプロスペクトたちはちゃんとメジャーでも通用する素材だったことの証明でもあるんですが、誰をトレードに使い、そして誰をキープするかの見定めの難しさも現れているのかなとも思いました。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。